こんにちは、カプリショーです。今回はこちらのジャンボ機を作っていきたいと思います。前回はですね、こういった大きなものを作ったんですが、今回はこちらの15センチ角の折り紙でちっちゃいタイプのジャンボ機を作っていきたいと思います。大きいのに比べてちっちゃい分少し可愛いです。それでは早速作っていきます。使うのは15センチ角の折り紙です。まずはですね、三角にしていきます。開いてこちらも同じように折っていきます。繰り返して今度は縦横を半分に折っていきます。そうしたら、ついている線で畳むように折って中心に合わせて縁を折っていきます。ここはですね、鶴を折るときと同じです。開いて、つけた線に合わせて。そうしたらですね、ここを下に下げて三角のこの部分を中心に合わせてしっかりここは線を入れてください。そうしたら折り紙を開いて、今つけた中心のこの四角の線を山折りにして中心部分を沈めるような感じで折っていきます。後ろの一枚をこうしてあげて、今潰した部分をこうして開いていきます。そしたらですね、くるっとひっくり返してこのラインに合わせてこう折ったら、内側に指を入れてこの部分を開いてこうして潰すように折っていきます。こちらも同じようにこのラインに合わせて折ったら、こうして内
内側を開いて、凍ったら向きを変えて、今度はこのラインを中心に合わせてこうして折っていきます。開いてつけた線で反対側に折ったら、こういった感じで折っていきます。こちらもついている線で凍って、こちら側に倒して向きを変えて、こちらも同じように縁を中心に合わせてこうして折って、開いて感じで折っていきます。そうしたらですね、もう一つこちらの角を こういった感じで中心に合わせて折って、今度はですね、ここを破る、次を頼りにして、最後を山折りにしていきます。ちょっと細いですが、こんな感じでこちらも同じように折っていきます。こうして開いて、まずはこのラインを山折りにして、次は谷折りにして、最後のラインは山折りにします。そうしてこうして潰すように折ったら、こちら側に倒してしまいます。そしたらですね、繰り返して中心のラインに合わせて、ここに合わせて
部分をポケットの中にしまってしまいます。こちらも同じようにこうしてこの部分をポケットの中にしまってしまいます。こちらも同じように折っていきます。くるっとひっくり返して中心で通ったらこちらが前です。こちらが後ろになります。ここで通ったらこの部分を外に引き出してきてここでこうして反対に折ります。こちらも同じです。この部分をこうして出してきて、こうして反対に折ります。そしたらですね、ここをこうしてこう開くとこういった三角があるのでこの部分をこうして潰すようにしてこうしてですね、こうしたらこの部分をこう折ってこのポケットの中にこれをこうしてしまってしまいます。そうしたら今度はこの部分をこう折って倒すように折ってすようにして、そしてタコをつけたらこの部分をこうして開いてThank you.
そしてですね、こういった感じで後ろの部分を作っていきます。そしたら今度はここに合わせて、まずは下に折って、こう折ったらこの部分を少しだけ内側に折って、後ろも合わせるようにして折って、このラインで斜めに折ったら、この部分を内側にですね、こうして内側のポケットにしまってしまいます。最後は鼻の部分です。ここはですね、大体の長さで こうしておいて、つけた折り線に合わせてこの部分をこうして内側に折ったら、これで飛行機の完成です。こんな風に羽を上にしてもいいですし、横にこうしてシャクルク時の、こうして止まっている時の姿にすることもできるかと思います。今回も最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録、いいね、どうぞよろしくお願いします。